ードチャンネル。皆様こんにちは、七つ色チャンネルです。以前の動画でトミックスさんの TCS 自動踏切セット（品番5555）が誤動作することをお話しいたしました。あれから踏切が誤動作する原因を調査し、 PWM 方式のパワーユニットと電圧効果、そしてモーターから発する逆起電力が組み合わさって発生することが分かりました。電圧制御方式のパワーユニットで試したところ、誤動作が全く発生いたしませんでした。このことから PWM 制御の電圧がかかっていないタイミングでモーターからの逆起電力が発生し、線路の曲線が瞬間的に反転、そのタイミングで車輪がセンサーに触れると誤動作するという結論に至りました。誤動作する踏切は固定式レイアウトの Y 字ポイントを2個経由するリバース線内にございますので、ポイントレールで電圧効果が発生しており、 PWM 制御の電圧が低くなっていることも誤動作の原因となっているようです。電圧効果を極力少なくするため Y 字ポイントの根元に補助の DC フィーダーを設けることにいたしました。テストの段階では踏切の誤動作がほぼ解消されていました。最終的に DC フィーダーの追加ではなく、線路に直接給電する方法とし DC フィーダーを節約することにいたしました。それでは踏切の動作状態を見てみることにいたしましょう。七つ色チャンネル。トミックスさんの EF66 です。補助の給電効果により踏切の誤動作がなくなりました。逆方向でも通過させてみましょう。逆方向でも踏切の動作は全く問題はございません。こちらも踏切が誤動作していたマイクロエースさんの C59-108 です。逆方向でも通過させてみましょう。逆方向でも踏切の動作は全く問題ございません。これでこの度の踏切誤動作の問題は解決と考えて良さそうです。思った矢先にこの有様です。まだ完全に踏切の誤動作問題が解決したとは言えないようです。やはり補助の給電箇所からポイントレールを2個経由していますので、電圧効果の影響が残っているのだと思います。この渡良瀬渓谷鉄道 WKT の500型は踏切が誤動作しませんが、装備している MQ モーターに問題を抱えております。モーターの超音波洗浄を実施後、今のところ短絡症と非常停車する症状は発生いたしておりませんが、いつ症状が再発するか分かりません。逆方向でも通過させてみましょう。単行の走行だけでなく、編成での走行も行ってみましょう。207系は少し踏切が誤動作するようです。逆方向でも通過させてみましょう。航行では誤動作しません。これは何度か試してみましたが、同じ結果で謎は深まってしまいました。ドミックスさんの富良野エクスプレスです。この車両は以前、室内灯の LED が一つだけ瞬く珍しい現象が発生しました。現在、この問題は解決し、安定した明かりと走りのようです。逆方向でも通過させてみましょう。MQ モーター搭載車は踏切の誤動作が発生しないようです。このことから MQ モーターは逆起電力の発生が抑えられていると言えるかもしれません。短絡ショートする確率が高い問題点さえなければ、静かで滑らかで本当に良いモーターになったと思われるだけにとても惜しいです。踏切が誤動作しない動力車が含まれる編成での走行は、編成の長さにかかわらず誤動作いたしません。ちなみにトレーラー車のみを手押しで通過させても踏切は誤動作いたしませんでした。今回、補助の給電箇所を追加したところ、EF66 や C59 の108では、踏切が誤動作しなくなりましたので、給電追加の効果は確実にあると言えるでしょう。しかし、それでも、誤動作する車両があることが、撮影時に判明したため、完全な解決とは言えない状態となってしまいました。動画のシナリオとしては、この給電箇所の追加で解決、だったのですが、現実はそうなりませんでした。すべての車両で踏切が誤動作することなく通過できる状態までたどり着くには、より安定した電力を供給する必要があると言えるでしょう。外回り本線から分岐する Y 字ポイントの通電切り替えと連動して、補助給電のオン・オフを行うためには、セレクタースイッチボックス N が必要になります。さらに、外回りリバース線区間内に補助の給電を設ける場合は、追加でもう一つセレクタースイッチボックス N が必要で、結構大掛かりになってきます。今後、どのように踏切の誤動作に対処するかは、これから検討いたしたく思っております。トミックスさんの TCS 自動踏切セット（品番5555）は生産完了品のため入手は難しいですが、市場で見かけて入手をご検討される場合、この度の動画のような現象が発生する可能性があることを知っておいていただければ幸いです。警報器と遮断機が2つのタイプの踏切もリニューアルして製品ラインナップに加わるといいなと思っております。動画がご視聴者様のご参考になれば幸いです。今後も面白い企画や変わった現象に出会いましたら動画を制作いたしたく思いますので、次の動画でもお会いできれば嬉しく思います。それでは最後までご覧くださりありがとうございました。チャンネルご登録のご検討をよろしくお願い申し上げます。